どうしよう、うまくいかないな。星野君、頑張ってるね。あれ、セニョールさん、セニョールさんも洗車ですか？いつも靴ぶりきれいにしてますね。梅雨の時期だからって僕は負けないよ。いつ洗車するの？今でしょ。まだやってるんですか。え、何か言った？うん、いえ、何も。実はちょっと困っていて、親戚のおばさんに頼まれてヘッドライトを洗っているんですよ。ヘッドライト普通に洗えばいいんじゃないの？それがこのように左側だけが黄ばんでいるんですよ。右側は以前に事故で交換してるそうで。そうなんだ。カーシャンプーで落ちるんじゃない？先ほどからゴシゴシ磨いているんですけども落ちないんですよ。星野くん、歯磨き粉使ってみる？じゃあセニョールさん、歯ブラシも使っちゃう？なんじゃ、二人とも歯磨き体操でもするのかと。いや、ヘッドライトの黄ばみを落とそうと思って。いい案でしょう。何を言っておる。君は何を研究してきたのじゃ。ほで、今回の指令はバケツの中じゃ。あ、いつの間に。ヘッドライトをリフレッシュせよ。星野くん、解決できそうだね。ではヘッドライトはなぜ黄ばんでしまうのか分かるかの？え、それは水垢ですよ。まだまだじゃのう、セニョール君。じゃあ日焼けですかね。星野君、ボケたつもりかは分からんが、まんざら外れではないぞ。博士、それはもしかして紫外線ですか？その通りじゃ。最近の車は樹脂レンズのヘッドライトが主流になっておるんじゃよ。そういえば以前はガラスレンズでしたね。樹脂レンズには表面を保護するためにハードコートがされておるんじゃが、このコートが紫外線や熱、洗車機などでついた細かい傷等で劣化すると、そこに汚れが入り込み黄ばみや曇りの原因になってしまうんじゃ。なるほど。そうなってしまうと一般的なカーシャンプーでは落とせないわけですね。じゃあ博士、汚れを削り落とせばいいんですか？でも削るのはちょっと怖いですよ。確かに市販されているヘッドライトクリーナーは研磨剤を含んでいるものがほとんどじゃ。研磨剤を使わずにヘッドライトをきれいにする方法はないのですか？それがあるのじゃよ。富士スバルのお店で実施しているヘッドライトコーティングは特殊界面活性剤で洗浄し、強力に汚れを落とすのじゃ。研磨剤を含んでいないから安心ですね。でもコーティングって何ですか？汚れを落としただけではすぐにまた汚れてしまうのじゃ。そこでヘッドライト専用のガラス系コート剤でコーティングをして強固な被膜を作るのじゃ。すごいですね。でもどのくらい効果が続くのでしょうか？効果は半年じゃ。でもヘッドライトコーティングをしてもらうときに時間かかりますよね。なーに、約10分もすれば完成じゃ。おー、半年ごとの点検と一緒にもできますね。よし、星野くん、一緒に富士スバルに行こう。はい、楽しみですね。おお、ピッカピカ。ほんと効果抜群ですね。これはヘッドライトも明るくなって安全ですね。見た目も美しく、さらに視界の確保もできる優れものじゃ。博士、ありがとうございます。おばさんも喜んでもらえると思います。綺麗なヘッドライトを取り戻し、セーフティードライブを楽しむためにはヘッドライトコーティングで決まりじゃ。